久しぶりの東京ドームで連勝を目指す今日の試合は赤星選手と涌井選手の投げ合いになります。赤星選手は前回は甲子園で5回2失点、涌井選手は現在、開幕から17イニング以上無失点状態が続いています。両チームともに昨日からスタメンの変更はなく、ジャイアンツの吉川選手は全試合スタメン出場が続いています。どこかで休養を与えてほしいですし、打撃好調で1軍に上がってきたのに、出番の少ない中山選手のスタメンを見てみたい気もします。両チームに言えることですが、飛ばないボールの影響も受けていて、今シーズンホームランを打った打者がかなり少なくなっています。ジャイアンツは坂本、岡本、萩尾、梶谷の4選手のみ、中日に関しては中田選手と細川選手のみとなっています。そろそろ丸選手のホームランも見たいですし、チームとしても14日の広島戦で萩尾選手が打ったホームラン以来ホームランが出ていないので、東京ドームの試合ではホームランも見たいです。このチャンネルは巨人を応援する巨人ファンのために、巨人やプロ野球に関する動画を投稿するチャンネルです。シーズンが始まれば毎試合終了後の1時間以内にその試合の振り返り動画を143試合投稿予定です。コメント欄で視聴者の皆様と感想戦も行っていますので、ぜひチャンネル登録しておいてください。1回表の赤星選手はワンアウトから田中選手にヒットを打たれ出塁を許すと、カリステ選手にツーランホームランを打たれ2点を先制されます。追い込んでから際どいコースを2つボール判定された後の被弾となり、悔しい1球となりました。ホームランがなかなか出ない両チームという話をしましたが、初回から相手にホームランを打たれるという今のジャイアンツ打線には少し重たいスタートとなります。1回裏のジャイアンツの攻撃は涌井選手に三者凡退で抑えられます。2回表の赤星選手は相手の下位打線をテンポよく3人で抑えます。2回裏の攻撃、ヒットで出塁した岡本選手を一塁に置いて、萩尾選手が右中間を破るスリーベースヒットを放ち、1点を返します。相手の守備もありましたが、一塁ランナーの岡本選手、打者ランナーの萩尾選手が共にナイス走塁でした。萩尾選手は2試合連続タイムリー、この時点で得点圏打率が3割8分5厘と、勝負強さを見せてくれています。ワンアウト3塁という場面で、続く岸田選手もしっかりと犠牲フライを放ち、序盤のうちに同点に追いつきます。この回はいい感じで打線がつながったいい攻撃でした。相手の涌井選手は今シーズン19イニング目で初失点となっています。追いついてもらった直後の3回表の赤星選手は田中選手に2打席連続ヒットを打たれ、ランナーは出しますが、上位打線の攻撃を無失点で抑えます。3回裏の攻撃、ワンアウトからオコエ選手がヒットで出塁し、2アウトになりますが、岡本選手と丸選手が連続でフォアボールを選んで満塁のチャンスとなります。しかしここは得点を奪えず、3者残塁となってしまいます。オコエ選手がこの回に3投を決めましたが、最近はオコエ選手の走塁での貢献が目立っています。4回表の赤星選手は2アウトから木下選手にヒットを打たれますが、この回も無失点に抑えます。4回裏の攻撃、先頭の岸田選手、続く吉川選手の連打でノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。しかし赤星選手の送りバントが失敗に終わるなど、後続の3人が打ち取られ、この回もチャンスを生かせません。5回表の赤星選手はテンポよく三者凡退で抑え、初回にホームランは打たれましたが、ここまで5イニングを投げて74球、5安打を打たれますが、与えたフォアボールはなく、ナイスピッチングを続けます。5回裏はクリーンナップの攻撃でしたが、涌井選手に2つの三振を奪われ、三者凡退で終わります。6回表の赤星選手はワンアウトから中田選手、細川選手に連打を許して1、2塁のピンチとなります。続く岡林選手の打席で赤星選手が牽制で2塁ランナーを刺し、大きすぎるアウトを取ります。岡林選手も打ち取って、この回も無失点に抑えます。それにしてもこの回の牽制アウトは本当に大きなプレーとなりました。6回裏の攻撃は三者凡退に抑えられます。
3回以降、お互いランナーを出しながら得点できない展開が続いて終盤に入ります。7回表の赤星選手は先頭の木下選手にツーベースヒットを打たれ、続く山本選手に送りバントを決められてワンアウト三塁のピンチとなります。代打の大島選手の打席でキャッチャーから三塁への牽制が悪送球となり、まさかの形で勝ち越し点を許します。先頭打者にツーベースヒットを許したことがきっかけですが、本当にもったいないプレーで終盤に勝ち越されてしまいました。赤星選手はこの回で降板となりましたが、7イニングを投げ切って与えたフォアボールはなく、自責点も2点もハイクオリティスタートを達成し、先発投手としてほぼ完璧に役割を果たしてくれました。7回裏の攻撃は斉藤選手が登板し、三者凡退で抑えられます。8回表はケラー選手が登板し、先頭打者にフォアボールを与えますが、後続を打ち取り無失点で抑えます。8回裏は松山選手が登板し、ツーアウトから丸選手がフォアボールを選び、4イニングぶりにランナーを出します。代走に重信選手が起用され、盗塁を決めてチャンスとなりますが、得点は奪えません。9回表は泉選手が登板し、無失点に抑えて移籍後4試合連続無失点となっています。9回裏は相手クローザーのマルティネス選手に抑えられ、連勝とはなりませんでした。ミスで決勝点を与えてしまいましたが、今日の試合もチャンスを作りながら3点目を取れなかったことが大きな敗因でしょう。これで9試合連続で2得点以下となり、打低環境といえど厳しい状況です。明日の試合では打順の入れ替えや選手の入れ替えなど、打線の起爆剤となりそうな選手を起用してもらいたいです。明日のジャイアンツの予告先発は菅野選手です。菅野選手は今シーズンここまで3試合に登板して20回3分の1イニングを投げ、1点しか取られていません。ここまでの登板では全試合6イニング以上を投げて、自責点を3点以内に収めるクオリティスタートを達成している安定感です。今シーズンはすでに中日戦に登板していて、その時は7回を3安打無失点に抑えています。昨シーズンも中日戦は3試合に登板して許した得点は、岡林選手のソロホームランによる1点のみと抜群の好相性を誇っています。今年も含めた直近3年間の打者別の対戦成績を見ると、その岡林選手には3割以上を打たれていますが、細川選手は完璧に抑えています。カリステ、三好、村松の3選手には少ない打席ながらハイアベレージを残されているので、明日の対戦ではその打者たちを上位打線で起用されると少し嫌な感じはします。シーズン前は中10日で回すという案もあった菅野選手ですが、ここまでは状態の良さもあり、中6日でローテを回り続けています。本人も中6日で回り続けることを望んでいそうですが、シーズン終盤までコンディションを維持するためにどこかで休養も与えてもらいたいです。対する中日の予告先発は柳選手です。柳選手は今シーズンすでに4試合に登板していて、防御率は 2.78 となっています。前回登板のヤクルト戦では4回途中までに9安打を浴び、5つのフォアボールも出して6失点という炎上をしてしまっています。しかしその前の2登板は7回無失点という好投を続けていたので、明日は修正してきて良い状態で対戦することになると思われます。昨シーズンのジャイアンツでは3試合に登板して勝ち星はなく、防御率は 3 点ちょうどとなっています。2021年から2023年までの3年間での打者別成績を見ると、岡本選手が打率3割以上で2本のホームラン、坂本選手も3割を大きく超えるアベレージを残しています。逆に丸選手や吉川選手など左打者は柳選手からあまり打てていないという傾向があります。また打撃も良い柳選手なので、明日の試合ではそこも注意していきたいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。